どうも、お世話です。どうも、お世話になります。はい、ということで、今回ですけど、中田敦彦さんが、こういうこと言ってたわけですよ。俺、眼帯をつけて受験勉強してたって。で、眠くなったら、眼帯を付け替えて、さっき使ってた佐野眠らしながら、右脳で勉強するってことを交互にやれば、俺、永遠に起きてられるっていう話をしてたわけですよ。アホやその勉強法を、いざやってる人見たことないなというか、今 YouTube やってるからこれやりたいと思って、やればいいやん、お前が。持ってきた企画、眼帯をつけて人はどこまで勉強できるか。深夜1時からやる企画じゃない。要は僕がやるってなったら、僕がずっと勉強してて、あ、眠くなったなと思ったら付け替えてってのをやってるんで、こいつ寝たなって思ったらビビビって試験監督がそこにいますから、あのビビビってなるまでのタイムを計測します。で、それが果たして永遠なのかどうか。いやいや、永遠なのかどうかで今もうこの企画終わった。まあ、どれくらいできるのかって話ですよ、要するに。まあ、そうです。今回は公平に指すまで決めたいと思います。一斉のでゼロ。よっしゃ、一斉のでゼロ。よっしゃ、よっしゃ。でもあれですよ、あー、巻き込まれただけやんけ。俺マジでよ。まあでもなんか見にく、単純になんか目悪い、めっちゃ見えへん、ちっちゃい字。ということで、じゃあもう早速ね、やっていきたいと思います。ということで、メイクイットパーソナルウィズここ、眼帯スタートが、なんと午前のね、1時36分ということで、ということで、いきまーす。よーい、スタート。というわけで、じゃあ、ちょっと1時間ごとにちょっと眼帯をね、チェンジしていこうかと思うんですけども、まずは、理系数学の両門プラチカ、これをやっていきたいと思います。頑張ろう。感覚としては、単純に僕、裸眼なんですけど、単純に問題が読みづらいということがまず分かりました。はい、渋っ。あー、やりづれー。視界がぼやっとするから逆にまどろむ。これあれですね、目を塞ぐと右脳か左脳を使わない分、賢さも半分になった気がしますね、これ。なんかなんか頭が悪くなった気がします。なんか出川さん、出川さん、はい、僕も一旦戻ります。というわけで、開始から34分経ったんですけども、現状ですね、報告すると、左目が酷使されて左目だけ眠いという状態になりました。というわけで、ちょっとこのままいくと多分ワンチャン通常より起きれない可能性まであるんで、一旦これチェンジします。これで、あと視界が狭いんで、ノートがマジでうまいこと書けないっていう弊害があることが分かりました。今のところ100がやって1がありません。はい、じゃあちょっと付け替えます。というわけで、今目をチェンジしたんですけど、確かに右目は元気な感じがしますね。まだなんかさっきよりもスッキリした感じがします。浅野さん、1時間経過いたしました。お、どうですか、調子は。ですね、非常にやりづらい。非常にやりづらい。いい感じのペースは刻んでる。あ、でも、あ、でもって、両目最高。両目最高、マジで覚醒する。両目の快感やばい。あの、ルーメン値がマジで最高。光量が、単純に光量2倍入りますからね。むっちゃ嬉しい。あ、でもおもろいかも。え、でも人、おもろい。左目ちょっとスッキリしてる、今。それでいかない。それやったらさ、もしかしたら勉強長時間できるっていう目的が合ってる可能性ある。あの、勉強はくっそやりづらいねんけど、うん、目の状態としては、うん、あの、新しい眼球を、あー、トーンって感じ。それめっちゃ、でも、でかい発見じゃない。はい、現状1時間半ぐらいだったんですけども、30分に1回今フィルター交換してるんですけど、その瞬間まで快楽に満ち溢れてね。そのなんかやっぱ両目を開けるっていう、その自由、その自由の快楽がマジでほんまに麻薬レベルというか、さーってこうミントなよ、マジで。目はやっぱ2個で、やっぱね、2個1なのね、結局。はい、フィルターチェンジします。うわ、
気持ちいい。名効果はおもろい。ハマるで、これ。マジで。あのさ、ジャスト2時間でございます。もう2時間。だからもう検証結果見えたやん、これ。だどう見てもこれ永遠ちゃうやん、これ。いや、まだ AM プレイの可能性あるんで。いや、それ3話行ってみよう。行ったね。今だって、眼帯のおかげで起きてるとか、みじんもないからね。眼帯のおかげで邪魔されて、それは気合でカバーしとるだけやで。明日か明後日試験なんよ、多分。十何時間連続で勉強して頭に入れないといけないっていう状況に立たされた時に眼帯っていう手段を思いついたんです。アホやろマジで。思いついてしまったんですよ。思いついてしまったから、ってなるとある程度の根性はパッケージの中に入ってるっていう。でも落ちるべくして落ちるやつと思考やだ。いらめん。めっちゃきちい。片方の目だけが眠たくなってきてます。まあその眠たくなってめっちゃ眠たいんやけど、それにつられてもう右目がもうね白目を向いちゃってます。多分眠すぎて全く視界が、ねんねんころりこんころり。今ちょっと夢見てたかも。てかお前らと喋ることが唯一俺にとっての幸福なんやけど今。ってことは俺ら消えたらこの曲終わると。いや終わるってマジで。もう結構じゃられるな。いや今俺の中で検証してる説言っていい。何？眼帯つけながらかつ友達と喋りながら勉強したらギリトントン説っていう。ねんねんころりこんころり。一択でちょっと全部する技がありますね。あイエローカード一個言っていい？終わり近そうに見えるけど、あいつの顔あいつの顔終わり近そうなんやけど。あのさん、まだ行きますよ。今の俺の状態言っていい？言って起きてるだけ。あれもう終わっていいかな。検証終了していいかな。もうお前手動かさなあかんの。お前ちょっと鬼やで、これほんまにマジで。そうそう、付け替えたらどうすか。地味に付け替えてますよ、これ。あ、付け替えてます。地味に付け替えてます。地味に付け替えてます。でもね、もうね、変わんないっすよね。もはやね。あ、もうその感動すら失われた。そう。はい。え、終了。マジで終了でございます。私には眼帯しかないんです。ということで花尾選手、はい、4時間19分9秒で脱落ということでございます。はい、ということで中田敦彦さん提唱、眼帯を交互につけ続けたら永遠に勉強できる説立証ならずと。何が一番辛かった？いい影響はあった？逆に。いや、あるわけない。はい、ということで眼帯は罠です。皆さん、受験生の皆さん、ぜひ。罠ですというか、その発想すらないからね。どう考えても。まあ、間違いないけど。